はい、半前は先生です、ということで天皇家と私との関係はありませんけれども、そういうことで、まあ、彼は学習院の方で過ごして、私の方は和光学園でね、その有名なね作家とか、有名な脳外科ね、名医とかね、有名な弁護士、あと音楽家、有名なね音楽家とかね、と一緒にその勉強できる特別な形成をしたね時に、小学校に転校してね、それで小学校でも中学校の勉強をするということで、いろんなことを詳しく教えてくれる、ためになる勉強を教えてくれるというところに移ったんですね。だから私が行った貴族で、私がね行った学校はその時だけですね。今はそういう特別な教育をしてくれません。一般的ですね。僕が半間家の本家で貴族なんで、まあ、天皇家とも真似してまずいということで違うんで関係ないしね、つながりはないですから、全く別のものですからね。半間家の本家のね名前の作ったという、昔にね人間が名前作ってね言い合う時の最初、これが半間家の本家っていうことですね。一人しかいないわけですね、代表ですね。ということで、そういうふうにして、あんまりちょっと楽になりすぎ、シードばっかりだと逆に抜けて損になるんで、ね、ただ言っておかないとまずいということがあるんですね。これは人間の上の知能の生物のとのつながりでね、人間たちに教えるんじゃなくて、人間を管理する上の知能の生物に話しておかないといけないということですね。人間に話すということじゃないですけど、それでその上の生物が本当か嘘か間違いがあるかとか言うんですよね。対応しますからね。そういうことでね、大事な記録ですね、 YouTube でね。今度の年号というのはね、奥さんがあれですよね、昔美人だったんでね、まあだいぶ年取っちゃったけど、私は昔は好みでしたからね、天皇家では一番好みでしたし、娘さんも美人でね、非常にね、好きでしたけどね、まあだいぶ年取っちゃったからね、みんなね嫌ですけども、若い時はもう大好きでしたけど ね、そんな関係ありますね。あと、まあ昔からね、エリザベス女王家のでね、美人が好きいたらね、金持ちで美人いた時に、私が金がある時にね、まあもらったりするということを考えてたりしたんですね。エリザベス家なんかね、本物貴族なんで、つながりがあるわけ、つながりが取れるわけですよ。だから頼んでたことはありますね、エリザベス女王さんの方に、美人をよろしくということでね、僕が金がある時にね、億万長者の時にはね、嫁さんとかね、ということかね、言っておりましたけどね、昔からそうです、美人が好きでね。今彼女いますからね、いや美人がいますから、もう11年、もう12年ぐらい会ってないんだけどね、近くに住んでるんで声だけは聞こえますけどね、どうなのかな、別れるのか結婚するのか知らないですけど、今はねダメだということを言われてますね、結婚は今だから一番じゃないとダメだと言われてますね。まだ分かんないですけどね。で、私の方がね1系上円稼ぐために頑張ってますから、世界の長者番付、ね、世界一を越さないといけないということで、僕は使用ですから、国家で生きてませんから全然ね、でもっと広いんですね、僕はねニューヨークのね父をやったことあるんです、テレパシーで1年間ね、指導っていうわけじゃないですけども、
お話事があったりとかしましてね。あとターミネーターで出てくる知事も私が推薦してなってですね、これは僕の力です ね。ビートたけしなんか東大の大学先生やったのは僕の推薦です。僕は鳴らしたんです。それとかね、僕も大学の先生の資格は名誉博士を教えるぐらいの資格も持ってますから、大学の先生の資格は学生の時取ってますね。あとそんなことですね、たくさんあります、歴史で。見てたのはまた特殊な時かな、原始時代でチャンバラ時代じゃないけども、王国みたいな昔の王国ですねの時に脳外科手術でね、脾臓に石に掘り込んだりとか、あの図をね、恐ろしいことをするんだなというようなことを感じで見ててね、遺伝で全部入ってくるんですね。一つになっちゃってるんですよ、自分がね、同じなんですね、規則っていうのは。全部記録が戻されているわけです。ほとんどね、地球が誕生するまで宙に浮いてましたからね、記録でね。で、地球を大体見てきてたんですよ、育てながら自分が生まれてくるところね。それで本家みたいなものを作ってね、貴族というか入ってきたのが僕なんですね。だから半間家の本家で、私は貴族だと、一人しかいない貴族だと言ってますけど、そういうことですね。昔 SF 映画で出てくるスターゲートみたいにね、石棺と言い換えられる素地まで発明して不老長寿だったんだけど、宇宙戦争で殺されて地球と太陽を育ててまた生まれてくるところを、環境を作って私が生まれたということですね。で、本家も私が作ったもの、特別な金持ちのとこじゃないとやっぱり